い、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります。ワンピース POP マキシマム。はい、そちらから出ました。モンキー・D・ルフィ、ギア・フィフス。ついにね、出ましたね。私これプレミアムバンダイで購入しました。はい。で、届きましたんでね、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。とりあえず箱の外観をね、一回りしてみましょう。ということでね、一回りさせましたがね、箱自体もこれ結構豪華ですね。銀の白押しが入ってますね。いやもうこの箱自体でかっこいい。では早速ね、ブリスターの状態見ていただきましょう。はい、ブリスターもね、回転させてみましょう。はい、回転させましたがね、いやもうね、梱包がめっちゃ厳重ですね。めっちゃぐるぐるにビニールで巻かれて、緩衝材もかませてあって、いやめっちゃ結構剥がすのに時間かかりそうな感じですね。ではね、もうフィギュアの方ね、見ていきましょうか。はい、一応ね、開封する前にね、こんな感じでぐるっと巻かれてます。まあ、本体とやっぱね、台座は別ですね。はい。で、この頭部のところにでっかいクッションが、はい、かませてあります。よっと。はい、こんな感じでね、めっちゃ緩衝材が、エアパッキンがすごいね。はい、続いて台座ですね。これもまたすごいな。かませてありますね、スポンジ。はい、おいっと。はい、ではね、早速台座の方からね、見ていきましょう。こちらバン、すっごくない？この台座めっちゃ豪華。いや、この煙のエフェクトなんだろうけど、色がね、めっちゃ綺麗。まさに色とりどりだね、これね。虹色みたいになってんだよね。で、紫とかね、すっごいメタリックっていうのかな、パールっていうのかな。すっげえ。まあ、クリアパーツに塗装してある感じかな。うん。で、この台座自体もね、地面がひび割れているような模様が入っていて、ここにね、ギアフィフス。いや、この台座がめちゃくちゃかっこいいんですけど。いや、すっげえな、これ。いや、塗装がめちゃくちゃ綺麗。いやー、なんだこれは。すっげえ。めちゃくちゃ綺麗だな。しかもね、重い、うん、結構な重量。はい、では次はルフィ本体ですね。こちらバスンとね、いや、かっけえ。ルフィかっけえぜ。ギアフィフス2か。いや、これかっこいい。もうね、この造形がね、完璧だね、もうね、うん、草履の裏とかの表現もあるし、あとね、麦わら帽子、これもね、色がね、すごいね、グラデーションになってますね、うん、で、このね、ズボンのシワ、しかもね、このズボンにラメみたいなの入ってるんだよね。ラメ塗装か。うん。すごいね、キラキラしてるんだよね。で、このね、ズボンの折り返しの部分のこのね、シワ。
裏地っていうのかな、めちゃくちゃリアルに再現されてる。いや、すっげえ。で、あとこのね、肉体美、うん、筋肉の隆起とかもね、シャドウを入れてすっごい臨場感あふれる表現されてますね。煙のエフェクト、これはどうなんだろうな、元はクリアパーツなのかな、わからないな。でね、ところどころにこういう分割線が入ってるんですよね、うん、こういうとことか、まあ、そこが気になるっちゃ気になるけど、まあこれはどうしようもないよね、うん、別パーツで作ってるから、うん、まあこれは、うん、気にしてもしょうがない。でルフィの顔ね、いやめっちゃルフィもうニカってますねこれね、うん、ニカルフィ完璧に再現されてます。いやすごいね、この白髪もね、すごい躍動感あふれる髪の流れ、うん、雲のような感じですね。いやいいねこのルフィ、すっげえ。もうポージング自体がもうほんとね、躍動感にあふれてますよ。すっげえかっけえ。では早速ね、台座と組み合わせてみたいと思います。はい、台座とね組み合わせましたがね、いやめちゃくちゃかっこいい。いやーこれは決定版ですね、ニカルフィの決定版。うわめっちゃかっこいい。あとねこれね、台座と組み合わせる際に注意していただきたいのが、まあ、ここの1点のね金属支柱の1つだけでこれ支えてるんですよね、うん、で普通に入れようとするとね、向きが分からなくなるんですよ。なのでまあこういうね動画のこの画像を参考に向きを変えて入れてください。まあ、無理に入れようとするとね、穴が変形しちゃったりとか、ちょっと支柱が折れる可能性もあるんでね、もしくはこうやってね左右に揺らしながらこう押していくとスポッて入るところがあります。はい、そこが正位置ですね。はい、自分もそうやりました。最初こうグッていって、あれ入んない、はい、あれ入らない、奥までいかないなと思ったんですけど、うん、位置が違うのかなと思って、こういう左右に揺らしたらスポッていけましたね、うん、でこんな感じで、本当にね1点で止めている感じなので、うん、まあ、そこら辺のねあれはどうなんだろうね、まあそうへたれたりすることはないか、うん、まあ、多分大丈夫かな。はい、ではね最後はこちら綺麗な背景に変えて回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。